前回までの母ちゃん、自分の体調を差し置いてまで、一致や家族を優先していたのがあだとなり、気がつけば、取り返しのつかない状態にまでなっていたのである。母ちゃんを失ってしまうかもという経験をし、そのありがたさを身をもって感じた。一致は、母ちゃんのために何でもやることを決意し、温泉旅行を計画。父ちゃんの入院やハムスターとのお別れなど、悲しいことはいくつもあったが、そんな試練も家族で力を合わせて乗り越えてきた一致家族。もう悲しい思い出はいらないのである。しかし、母ちゃんの体調の悪化は待ってはくれなかった。母ちゃん、一気に顔色が悪くなった。母ちゃん、その場にしゃがみ込んでしまった。俺は父ちゃんと、急いで車まで連れて行き、自宅まで連れ帰った。母ちゃん、病院に行きたくないって、言った。正月、母ちゃんを安静に寝かせた。母ちゃんは、家事をしようと、動き回ろうとする。父ちゃんは、急いでそれを阻止していた。父ちゃん、お粥作ったり、有給取って休んだり、だからといって俺たちにはお好み焼きや野菜たっぷりのラーメンを作ってくれたりした。父ちゃん、うん？どうした？父ちゃん、忙しくて忙しくてたまんないのに、俺らのご飯まで、頑張って用意すること、ないよ。なんか簡単に作るし、作れない時はお弁当とか買うから。バカ、それが栄養が偏っちまうんだ。お前たちは、俺の大事な大事な、子供なんだ。かけがえが、ないんだ。お母さんのこと、確かに大切だ。でも、お前らのことも、大切なんだ。俺には、お前たちに栄養たっぷりのものを食べさせる権利があるんだ。決して義務なんかじゃない。俺は、義務だと思ってないからな。それに、家族と一緒にいるんだ。全然、忙しくなんかない。楽しいぞ。母ちゃんは、寝ていると思ったのにその話を聞いていた。父ちゃんがご飯を作っている時に母ちゃんは話しかけてきた。お父さんね、俺や妹のことが可愛くて可愛くて仕方ないんだよ。きっと、やりたいことをやっているだけだと思う。きっとね、俺も、私たちみたいに思う日がきっと来るよ。子供ができた時に、可愛くて可愛くて、仕方なくなっちゃうから。そう、なのかな。そうそう。俺は、母ちゃん父ちゃんの言ってることが、本当に、何に一つ偽りのない言葉だって、信じて疑うことはなかった。しかし母ちゃんの言葉にもたった一つだけ嘘があった。母ちゃん自身の体調のことだった。病院に連れて行くと、以前よりも相当悪くなっていたことが判明。入院の回避などできるはずもなかったのである。なんか胸騒ぎがする。やだなやだな。お前ここで、ぬとか笑えねえぞ。笑えねえよ。母ちゃんは、とりあえず入院することになった。母ちゃんに、これからもずっとずっと、母ちゃんでいてもらうために、お願いして、みんなで治すってそう決めたんだ。みんなで、治していくんだ。俺は、バイトの掛け持ちを始めた。大学生クラスバイト掛け持ちは、並大抵の覚悟ではできないなと思った。でも俺は違う。温泉旅行、目標があるから、頑張れた。普段の俺なら、すぐ辞めてた。何よりも、母ちゃんの喜ぶ顔が見たかった。俺は、こういうことでも母ちゃんの治療につながるんじゃないかと考えたからだ。喜ぶこと、嬉しいことをされて、少なくとも悪い影響を与えることはないだろう。俺は、やれることはやってみたいんだ。なぜか俺の大学の学生の親たちは、バイト否定派だった。何かしらで学業に支障をきたすからって。俺の両親は、肯定派だった。社会の勉強を先にできるからって。さすがに掛け持ちはやばいかなと思ったが、軽い就労時間のやつを見つけて、働いた。不思議と、楽しかった。目標が、楽しい目標、だったから。一刻も早く、喜ぶ顔を見たかった。頑張れたのは一致以外にもいた。母ちゃんが愛する男、父ちゃんである。父ちゃんの業績は伸びた。父ちゃん、結構に強い男。父ちゃん、決してメンタルが強いわけではなくて、自分の大切な人のために、何ができるかを考えて、頑張っているんだ。父ちゃんの気持ち、わかる気がするな。人は一人では生きていけない。大切な誰かがいるから頑張れるんだな。お見舞いに行った。母ちゃん、痩せてた。でも、笑顔で出迎えてくれたんだ。
俺、母ちゃんに何かあげたいなって思った。病院って、退屈そうだから。俺はバカだから、ジェノアをあげた。でも母ちゃん、解いてみる。って、嬉しそうだった。母ちゃんに、何でもしてあげたかった。痩せ細った母ちゃんを見て、俺は泣き崩れそうだったんだ。何かないかな、何か。って、ずっと考えてた。母ちゃんはこう言うんだ。俺、来てくれてありがとう。ねえ、百バツルのこと、覚えてる？あれ、私の自慢だった。病室の人たちに、自慢してた。今までのみんなとの思い出たくさんありすぎてお母さん幸せだね。自転車、よく練習しました。芋掘り、はしゃぎすぎたね。父ちゃんが入院した時はみんなで、泣いちゃったね。みんなでやったバーベキューとっても、美味しかったね。俺は、お母さんの大切な、大切な、宝物です。まさに最悪のフラグとしか思えない母ちゃんの言葉。一致もそれを感じていたようで。10秒ほどの沈黙が入った。母ちゃん。うん？楽しかったよ。全部、楽しかった。でも、これからも、楽しいんだ。今、思い出を振り返る時じゃ、ないんだ。今からだって、たくさん、できるじゃないか。今そんなこと、言わないでくれよ。また、バーベキュー、やろう。うん？バレンタインの季節がやってきた。バレンタインにと、俺は母ちゃんに買ってきてと頼まれた。母ちゃん、そこまでしてリチギにプレゼントしなくて、いいんだよ。父ちゃんだって、わかってるさ。結局、クッキーを買ってきた。母ちゃん、来年は、手作りできるよ。もちろん、何言ってるの？俺には、なんかお酒の入ったワイン、くれた。ほろ苦くて、とっても美味しかった。どんな時だって、母ちゃんは一致たちを最優先してきた。そんな母ちゃんとの温泉旅行は絶対に成功させたい。一致はその意志をさらに固めていたのである。母ちゃんが退院して間もなく、俺も新学期でバタついていることを予想し、俺は温泉旅行の目標を、夏に定めた。忙しい中で無理やり行くより、本当に落ち着いた環境で旅行した方が、楽しめると思ったから。そしてそれまで、ひたすら頑張ろうって、決めた。バレンタインから時は過ぎ、ホワイトデーが近づいていた。19歳大学1年生。3月上旬。ホワイトデーのことを考えていた。母ちゃんへのお返しにあげるのはいいんだけど、問題は、あげるものだった。やっぱ食べ物以外で、形に残るものがいいな、そう思った。俺は買い物に繰り出した。でもプレゼント選びが苦手な俺。しかも女物ってなると、どんなものがいいんだ？買い物は困難を極めた。街で散策を続けた俺は、おしゃれな雑貨屋に入った。ここなら、いいのが見つかるかもしれない。いつも持ち歩けるようなのがいいなぁ。いつも使うものがいいなぁ。そんなことを考えているうちに、鏡を発見した。外出して、化粧なんかを直すときに使えるような、折りたたみ式の手鏡。これはいいんじゃないかと思った。バッグにも入るし、いつも使うものだ。これだけじゃ寂しいので、他にもプレゼントを探した。俺はバッグ屋に入り、バッグ選びに入った。そうしたら、ディスプレイに飾ってあるバッグが、目に入った。これなら、気に入ってくれるかな？直感的に、そう思った。ベージュ色よりもっと濃い色の、ちょっぴり流行りのデザイン。店員さんに聞いてみたら、今売れてて、お母さん世代でも気に入ってもらえますよ、と言ってくれた。ホワイトデーでって言って、綺麗に包んでもらった。プレゼントを渡すし、俺は早速渡した。母ちゃんは、すごい喜んでくれた。なぜか、そーっと慎重に開けてた。ありがとう。母ちゃんにプレゼントって、どれにしようかなって悩むんだけど、いろいろ回って選んだんだ。嬉しい、毎日、使わせてもらうね。でも俺が、こういうの買ってくるなんてね。苦戦したよ。でも母ちゃんにお菓子系は、やめておいた方がいいかなって、思ったんだ。ごめんねー。退院したら、美味しいもの食べよう。最後だけ、声が小さかった。少し聞き取れなかったんだけど、こんなことを言ってたと思う。またみんなで、早くドライブ行こう。そう言って、家に戻った。夜、父ちゃんと少し話した。俺、今日お母さんとこに行ったんだってな。プレゼント、ありがとうな。お母さんに用意してくれて。え、バレたのか。
俺が行った時、扉を開けたら、お母さんが包み紙とバッグを抱きしめてたからな。え？プレゼントの包み紙とバッグお母さんが嬉しそうに持ってた。どうしたのって聞いたら、俺がくれたって。お母さん、ちょっと目が赤かったから。俺は、途中から父ちゃんの話が聞こえてなかった。母ちゃんいつもありがとう、それだけ考えてた。それから俺ら家族は、バラバラでお見舞いに行ったり、時には家族で行ったりと、母ちゃんを元気づけたり、励ましに行ったりした。看護師に呼び止められた。みるみる良くなってますよ。皆さんお見舞いに来てくださるから、それが一番のお薬になっているんでしょうね。まれに、医学にはかなわない、不思議なこともあるんです。気力によるものだったり、周りの環境だったり。ほとんど、お見舞いがない方は、すごく寂しくしているんですよ。ということだった。でも俺たちにとっては、お見舞いなんて当たり前のレベルだった。母ちゃんは本当にみるみると元気になっていったのである。そして無事に退院の日を迎えた。待ちに待った母ちゃん退院の日。俺らはすぐにお迎えに行った。母ちゃんは、とっても嬉しそうだった。助かったんだ。また一緒に暮らせるんだ。また母ちゃんの笑顔が、見られるんだ。母ちゃんの、とびっきり美味しい手料理、食べられるんだ。俺は、家族がいればなんだって頑張れる、そんな気さえした。母ちゃんは、シチューを作ってくれた。家族に、また明るい笑顔が戻ってきた。こんな、普段当たり前と思ってることがこんなにも大事なことだったなんて。俺は、夜、散歩に出かけて夜空を見ながら、深く感謝した。そして、内緒に計画していた温泉旅行を伝えることにした。俺は数日かけて考え、一つの宿を厳選した。母ちゃんに、旅行、行こうって伝えた。そんな計画、してくれていたの？うん、行こうよ。絶対、楽しいよ。あれ、もしかして、行けない？ごめん、何か用事とかあるかな？ちょっと、びっくりして。ありがとう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 は、俺の方だ。こんなことしか、できなくてな。その後、母ちゃんは、弱く首を横に振った。しかし、温泉旅行の前にやらなければいけないことが一つあったのである。期末試験だ。勉強も大事だけど、健康を、第一にね。くれぐれも、体、壊さないようにね。お母さんにとって、勉強なんかより俺の体の方が大事なんだからね。勉強なんかよりって言っちゃダメだね。でも、それぐらい、大事だからね。お腹空いたね。夜食、作ったんだよ。あったかいうちに、食べなさい。じゃあ、頑張って。いつもこんなこと、言ってくれてた。結果、すべての履修科目の単位を取ることができた。しかもほとんど A 判定をもらうことができた。嬉しい、そしてそれ以上に、感謝の念でいっぱいだった。すぐに母ちゃんに報告したら、すごく喜んでくれた。これで心の底から温泉旅行を楽しめるな。俺は温泉旅行の段取りをしていた。すっごい、楽しみだった。旅行は好きだけど、俺は準備も大好きなんだ。ワクワクしながら、どこへ行く？これ持ってこうか。っていうのが、たまらなく好き。楽しみなほど、荷物も増える。ダメなスパイラルだ。でも母ちゃんも、楽しそうに準備してくれた。むしろ母ちゃんの方が楽しそうだった。絶対ここ行こ、ここ、温泉の名所だって。あ、このどんぶり屋さん、美味しそうだよ。あ、木島高原とかどう？俺も心が弾んだ。俺の企画で、こんなにも喜んでくれるんだから、めちゃくちゃ嬉しかった。しかし、母ちゃんの後遺症の苦しみは待ったなしだった。旅行の前々日、母ちゃんは後遺症で苦しんだ。母ちゃん、大丈夫？じゃないよね。すごい汗だよ。ちょっと痛いけど、平気だよ。旅行、楽しみだね。旅行、行っても平気なの？中止も考えた方が、いいんじゃ。俺、体の方が、心配だよ。ダメ、絶対行く。行かなかったら病気もひどくなるんだよ。そうかな。体あっての、母ちゃんだよ。本当に。いつも心配かけ、て、ごめん。母ちゃんは寝てしまったんだ、気絶したかにも、見えた。俺は母ちゃんの額の汗を拭ってあげた。俺は母ちゃんの容態が心配だった。
もう幸せな毎日が崩れるのは嫌だったんだ。俺はとんでもない過ちを犯してしまうんじゃないのか、やってはいけない失敗をしてしまうんじゃないのか。イッチは、旅行を決行するかしないかの決断を迫られることになった。バイトをしながらもギリギリまで考えていたイッチ。母ちゃんのことを考えれば考えるほど、決断は出せずにいたのである。しかし帰ってみると、ところが帰ってみると、母ちゃんはすごく元気そうにしていた。お帰りほら早く、準備しないと明日は早いよ。え、あ、うん。何か足りないもの買いに行こうか。もちろん、あとジュースと水筒と帽子と。母ちゃん、子供みたいだった。こんなに元気な母ちゃんなら大丈夫だろう。旅行は決行されることになった。旅行当日、母ちゃんに叩き起こされた俺はめちゃくちゃ眠い目をこすりながら、現状確認した。6時だった。母ちゃんは鼻歌混じりにお弁当を作っていた。母ちゃんは、イベントごとに、朝からお弁当を作ってくれる。母ちゃんのお弁当はいつだって変わらない美味しさだった。旅の途中も楽しいもので、車、電車、バス、何でも楽しめる。俺と母ちゃんは、すごいはしゃいでいた。当然カメラを持ってきた母ちゃんは撮りまくっていた。俺も、母ちゃんを撮ってあげた。これまでにないくらいの母ちゃんの笑顔だった。母ちゃんは、急に黙り。今日という日を、すごく楽しみにしていたよ。楽しみなことがあるから、今日まで苦しくても頑張れたんだよ。きっと、旅行の楽しみがあるかないかでは全然違った。ありがとう。本当に、本当にありがとう。俺は、何も返せなかった。夜、旅館で母ちゃんと夕食を食べた。母ちゃん、めちゃくちゃ食べてた。俺より食べてた。せっかくだから、食べよう。って頑張ってた。露天風呂は、絶景だった。もう一度、きっとまた来よう。そう思った。遊び疲れたが、それ以上に満足感でいっぱいだった。俺は気持ちよさに負けてしまい、長風呂してしまった。部屋に戻ると、母ちゃんは、先に上がっていた。母ちゃん、泣いてた。今日は本当にありがとう。お出かけする時から、ずっと、楽しいよ。俺が、ここまでできるようになったなんてね。お母さん、びっくりだよ。自分の子供からこんなことしてもらうなんて、母ちゃん、病気をする前からずっと俺のこと大好きだけど、俺は、母ちゃんが病気になっちゃってから、すっごく強くなってくれました。お父さんが病気になった時にも、励ましてくれてこれ以上にないくらい、嬉しかったよ。これからも迷惑かけることもあるけどよろしくね。お母さんの子に生まれてきてくれて、ありがとう。ありがとう。母ちゃんが話し終わる頃には、二人して号泣してた。母ちゃんが病気になった時、世界が変わった。当たり前が当たり前じゃなくなったから。いつもが幸せだと、それに気づかないんだよな。当たり前じゃなくなった時、それまでの当たり前がとても貴重な思い出に見えた。だから、今が一層楽しいんだね。でもこれからも、楽しいこと、いっぱいあるよ。まだまだ、いろいろ思い出を作っていけばいいさ。俺は話すことも辛かった。この書き込みを最後に、残念ながらこのスレは終わりを迎えた。どうやらばあちゃんの家に行く用事ができたとのことだが、優しい一致のことだ。ばあちゃんのために何かをしに行ったのだろう。気になる旅行話の続きや、一致が誇る母ちゃんの優しさあふれる話に、オチはなかったが、2チャンネルに新たな感動スレとして間違いなく伝説を残したことだろう。さて君は、最近両親に連絡を取っているか、親孝行はできているか、今一度、自分に問うてほしい。